アソブームが始まるよ。今日はディズニープリンセスリトルキングダム美女と野獣のエレのティーポットで遊んでみるよ。とってもエレガントなティーポットでパーティーを始めよう。ティーパーティーの準備が整いました。ルミエールもとっても張り切ってるよ。おいしそうなデザートがいっぱいで、チップもとっても嬉しそう。ポット夫人もそんなチップを温かく見守っているよ。ティーパーティーの準備が整って、主役のベルが登場。うわー、ベルのドレスとっても綺麗。バラのお花の刺繍が入ったエレガントなドレスだね。後ろはこんな感じ。とっても綺麗でしょ。デコレーションパーツでもっと素敵に仕上げちゃおう。頭にはティーカップのヘアアクセ、とっても似合ってるね。さあ、ティーパーティーを始めましょう。みんなとっても楽しそうだね。ティーポットの裏側はこんな感じ。にぎやかなティーパーティーは夜まで続きました。アソブームの動画は面白かったかな？携帯電話で動画を見ている人は、ここのチャンネル登録というボタンをポチッと押してみてね。みんなのお気に入りの動画がきっと見つかると思うから、ぜひチャンネル登録ボタンを押して、アソブームの動画を毎日見てみてね。